ご案内いたします。16時51分に発車いたします。臨時特急ウクラのラベンダーエクスプレス4号は札幌行きです。停車駅は芦別、佐久市川、宮見沢、終着札幌です。列車は5両編成で、先頭5号車、準入しろ1号車、1号車、4号車、5号車が指定席、2号車と3号車の2階席が自由席です。号車番号は出入り口の上に表示してありますのでお確かめください。各車両ハイテク化構造のため入り口には階段がございます。ドア車ごとにはご注意ください。終着札幌まで全車禁煙です。大きなお荷物につきましては各車両入り口付近にございます。大型リモート機はお取り扱いです。16時51分の発車です。発車まで8分ほどお待ちください。
待たせいたしました。16時51分に発車いたします。臨時特急富良野ラベンダーエクスプレス4号は札幌行き、まもなく発車いたします。まもなくドアが閉まります。ご注意ください。次の停車駅は橋別です。17時19分の到着です。
車待ち合わせを行います。発車まで1分少々。
Thank you.
入口は右側4番。
線到着です。滝川からの乗り換え列車をご案内いたします。各駅に停まります普通列車岩見沢行き、降りました4番線18時36分、特急カムイ31号旭川行き6番線17時52分の連絡です。滝川を出ますと次は岩見沢18時15分の到着です。まもなく滝川、降り口は右側4番線到着です。
Thank you.
Thank you.
く岩見沢に到着いたします。降り口は左側4番線到着です。乗り換え列車ご案内いたします。各駅に停まります。札幌方面普通列車星見行き、連絡通路渡り1番線18時44分の列車。現場を出ますと次は終着札幌18時46分の到着です。まもなく岩見沢、降り口は左側4番線到着です。
案内いたします。列車はただいま札幌市内へと入ってまいりました。およそ10分ほどで終着札幌に到着いたします。ここで札幌市について簡単にご紹介させていただきます。札幌市は10の区に分かれており、面積の奥を緑に囲まれている北海道の中心都市。明治の初めから開拓が始まり、赤レンガの愛称で有名な札幌駅からもほど近い北海道庁旧本庁舎や旧札幌農学校の園長として作られ、風の音を街に響かせている札幌市時計台。市内中心部の南側、中島公園内にある北海道開拓市により迎賓館として作られた公営館など、市内には北海道を代表する歴史的建造物が数多くございます。また札幌駅から徒歩15分ほどの大通公園では、初夏の6月にはよさこい騒乱祭り、夏真っ盛りの7月下旬から8月上旬にかけては、大手ビールメーカーが出店する大規模なビアガーデンが開かれております。秋になりますと、北海道各地からグルメが一堂に会する札幌大縄フェスト、冬になりますと国内はもとより世界中から多くの皆様が訪れる冬の一大イベント、札幌雪まつりが開催され、四季折々のさまざまなイベントが行われ親しまれております。また札幌を中心部を離れますと、かつての札幌オリンピック開催地で現在もジャンプ競技が行われる大倉山ジャンプ競技場がございます。またプロ野球日本ハムファイターズの本拠地札幌ドームでは、スポーツの試合やイベントが開催されない日にはドーム内を見学できるドームツアーも行われております。またこれから到着いたします札幌駅直結の施設 JR タワー内には、地上38階160メートルの高さから札幌近郊360度一望できる展望台タワー38があり、夜22時30分まで入場受付をしております。天気の日には光り輝く札幌の夜景もお楽しみいただきます。札幌からの、お乗り換え列車をご案内いたします。途中、古都に手稲と止まり、手稲から先、各駅止まります。区間快速石狩ライナー小樽行き、3番線から18時55分各駅に止まります。桑園八山方面普通列車都心行き、降りました向かい側1番線18時57分苫小牧上り別東室蘭方面特急鈴蘭10号室蘭行き、10番線から18時54分平和上野幌方面普通列車苫小牧行き、6番線18時57分途中、新札幌、北広島、恵庭、千歳、南千歳に止まります。快速エアポート190号、新千歳空港行き、6番線から19時5分学生列車、新琴西野の方面普通列車、愛の里公園行き、9番線19時ちょうどの列車
JR 北海道臨時特急プラのラベンダーエクスプレス4号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく終着札幌に到着いたします。折口は左側2番線到着です。降りの際列車内にお忘れ物なさいませんようお手回りに毎度お確かめいただき両足元にご注意の上お見せください。まもなく終着札幌降り口は左側2番線Sapporo Station, the last station. Please make sure not to leave anything behind. Thank you for using JR Hokkaido.